はい、ドラマーの倉橋です。今回は、ルーディメントの4番目ダブルストロークを説明してきたいと思います。ダブルストローク初心者の一つの壁になってるかと思いますけど、ダブルストロークの詳しいやり方なんかは他の動画撮ってますので、そちらを参考にしていただけるとありがたいですね。ダブルストローク、まあ本当にね、みんな苦労するかと思うんですけど、今他の動画を参考にしろと言いましたけど、それじゃあね、寂しいんでね、ちょっとここに新しいのちょっと作ったので、ね、ちょっと出しますね。さてさてさて、体操の名前がついてます。ダブルストローク習得プログラムと書いてありますね。実は途中なんです終わってないですこれまあいいんです。まずはね、その叩き方説明していきたいと思うんですけど、みんな誤解してるのは叩かなきゃ叩かなきゃと思ってるからいかないんですこれね。もう皆さん人生経験豊富ですから分かってると思うんですけど、力で解決することってないですよね。もうね、僕なんか結構年でしょ、だからね、もう分かるんです。もう力で解決したことなんてそんな試しないんですよね。そうなんです、力で解決しちゃダメなんです。違うんです、ある力をうまく使っていこうというね、そういう発想でやっていかないとダブルストロークできません。なんとか2打目を叩こうと思ったらダメなんです。そうなんですね。で、それが書いてあるんです。で、一番最初に書いてあるスティックに与えることは、与える力ですね、これね、与える力はまずは上げること、上げてあげる、これはもうどうにもならないので、上げてあげないとスティックは上がらないので、上げてあげること、あとは力を抜くことと、あとは落とすこと。力を抜くってことは落とす、落ちるってことです。そう、だから下に向けてこう振らない、そう、落とすだけなんです。落とすだけ、落として、次は2回跳ねたら止めるというんです。2回目を叩こうとするんじゃないんですね。みんなそこで何とかしようとするから余計な力がかかってスティックを止めちゃうんですね。だからできないんですということがずらーっと書いてありますね。まあちょっと読んでみてくださいね。とりあえずはね、練習パッドでやるのがいいと思います。練習パッドの方がね、跳ね返りがいいんで感じがつかみやすいんですね。ね、で練習パッドで練習して、でそれからスネアに行くといいですね。でスネアに行くと最初できない、なんか感覚が違うなと思うかと思うんですけど、それは跳ね返りが少ないからだと思うんですね。だから跳ね返りをうまく取る訓練になってますから、それを練習してあげてください。そうするといろんなテンションのところでできるようになってきますね。できるようになったつもりでも押し付けてやってたりすると、それはダブルストロークになってない可能性がありますね。あとは手首を一回一回返しちゃってるとね、これはダブルストロークじゃなくて普通の2連弾になります。リドルってやつですね。まあそういうことがずらーっと書いてありますね。止めて一旦停止して読んでみてください。パート1はそんなことが書いてありますね。そして次にパート2ですね。でそうです、跳ね返るタイミングをもうゆっくりなので、そんなに慌てないでって、2回目のあれをちゃんと取ってくださいということが書いてありますね。で次移します。いいですか、パー移ったかな。そう、次パート3、それは今までのあれを確認してやってみようということです。ね、で次に2番って書いてあります。今度はこう交互にやっていこうと言うんですね。これできたとしてもこういうふうにできたとしても、なかなかこれ繋がらないんですよね、最初のうちね。繋がらないので、これ例えばこうバラバラでいいです、最初のうちは。それをなんとか均等にするように、ね、やってってくださいということですね。でそれがパート1、パート2、パート3、パート4と書いてあるわけです。最初はつながらなくてもいいけど、左右やってると。ね。で、パート2は、で、力は手首を上げるためにだけに使うと。ね。さっきのはね、多分ね、こういうふうにやってくださいというふうに。こっからね、ここが視点で、こういうふうに書いてあると思うんです。要するに他の、なんかね、余計な力を入れないようにっていうことなんですけど、でまあこうやって叩くのじゃなくて、今回はここでこうやってくださいということです。ね。
で、パート3、上げる方の手をこう目で追うっていうんですか、ね、実は上げる方を意識してくださいということです。こっち、ね、そうするとこういうふうにね、どうしてもね、叩こうとしてしまうので、上げる方を意識してください。そうするとつながりますよと。要するに上がってないと次が叩けないから、こっち側を叩こうとしてると上がってないから次は叩けないっていうことなんですね。だから上げる方を意識しましょうと、こう見てあげるとねいいですよっていう話です。で、パート4ね、跳ね返りを調節するということです。そうです、これが大事です。あとは落とすだけなんです。調整するのは2打目だけ。そうだから2打目に意識を使って2打目をコントロールするんです。打つんじゃなくてコントロールしてあげるんです、ね、それがダブルストロークができるかできないかっていうことなんです、ということなんですね。さて、3番もあったかな。あ、書いてありますね。そうです、練習プログラム、これがプログラムなんですけど、そう、それがこちらに譜面で出しますね。これパート1がこれになります。普通のダブルストロークですね。で、これ練習メニュー、普通ね、ダブルストロークできるようになったよとか言ってる人も、左からのスタートはあんまり練習しないんですよ。ね、これなんですけど、左からの練習をしないと、実用にはまあ、使えない、要するに使えない感じなので、必ず左手からの練習もしましょう。ね。で、これテンポ指定してありますね。遅いとね、ダブルストロークになってない可能性があるんですよ。単なる2連打になってるっていう。そういう可能性があるので、テンポ指定してあります。ね、100以上やってください。あんまりそんなバカっぱよくやらなくていいです。ね。今思いついたから言いますけど、ちょっとやりましょうか。ちょっと待ってね。さてさて、音質の話ですけど、これブラシ持ってきました。なんでブラシ持ってきたかというと、ブラシの方が音の違いが分かりやすいんですよ。まあこのね、なんていうの、ビデオのマイクで音の違いが取れるかどうかちょっと不安になってきましたけどね。まず普通ね、皆さんのやってるダブルストロークっていうのはこう押し付ける形なんですよ。ね、こういう感じ。ね、こういう音。ね、で、上手い人がやるとこういう音になる。全然違うでしょ。なんか湿っぽくないですか。で、これね、座面を触ってる時間が長いから、これスティックでも同じなんです。音違うんです。で、ちゃんと上げる方向でやるとカラッとしてるでしょ。で、なんか喋ってる感じに近くなる。全然違うでしょ。これスティックでもそうなんですね。例えばこういう感じ。全然違うでしょ、ね、こういう違いというのは実はブラシの方が分かりやすいので、なのでブラシやると、はい、上手くなるよというのはこういうこともあるんですね。あとはブラシの方が、もらえる情報量が多いんです。あと表現する仕方も多いので、だから上手くなるということなんですね。まあちょっと余談ですけど、まあこれはね、ここまでやるのは、まあ、今の段階ではいらない話なんですけどね。とりあえずはダブルストロークが叩けるようにという話と、叩ける人はさらにもう一段階上に行きましょうというぐらいのレベルの話なんでね。さてさてさて、じゃあパート1ちょっとやってみましょうね。テンポ100じゃなくてもまあいいんです。100より上がってればいいですね。タカ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 、こんな速くなくていいか。タカ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 タ、こんなもんかなね。ワーンと必ず左足入れるように書いてありますね。まあできない人は右足でもいいです。要するにテンポ取りながら、こういうことですね。ね、こういうことですね。さてさてさて、2番目、これを皆さん練習してくださいということです。ワーン、ツー、スリー、フォー。左からの練習もちゃんとしてくださいということです。さてさてさて、
それだけじゃないんですね。3番と4番これずれてますね。でじゃなくてね、こういう風になります。3番目ね、ずれてる感じ、このずれてる感じがちゃんと認識できるようにこういうのを入れてるんです、ね、こういうのがないとその区別がつかない、区別がつかないということは覚えられないということなんですね。なので、口酸っぱく最初にこういうのをやってくださいと言ってるのはそういう意味なんですね。やっぱり効率が悪くなる、もうダントツ悪くなるし、これ他の楽器もそうでしょ。例えばギターの弾き語りやってる人ね、ちゃんとこうリズムを取ってる人は上手くなってくるんですよ。これがなくてね、じゃーん、次のコードはじゃーん、こういう人はあまり上手くなっていかないでしょうね。それと同じなんで、ドラムも一緒です。ちゃんとリズムを取ってあげるね、そういうことです。でこれも左スタートをやってくださいっていうのは4番ですね。いきますね、ワン、ツー、スリー、フォーね、こういうことです。で、次、パート2いきますね。パート2で、その、今までは16分音符だったのが、3連符になってますね。こっちの方が書いて楽かもしれません。他にあんまりないから。まずはでも、これね、4種類書いてあります。これ4種類とも必須なんで、必ず、マスターしてください。まず1個目ね。3、4。こういう感じ。パート2、パート3、パート4。あ、パ8って書いてあるんですね。丸8って書いてありますね。ね、だから5678ですね。そう、5678、こんな感じです。でシングルストロークとダブルストロークですね。これね、シングルストロークの音が少し大きいでしょ。これが自然な形です。だから下手にね音量合わせようとしなくていいです。自然な形で覚えるのがいいので、こういう風になるのがいいよ、いい感じですね。ダブルストロークの方を練習しているので、ダブルストロークの方に力が入ってしまうので、だいたいこういう風になってしまうんですけど、今のはダブルストロークじゃないですね、リドルですね。あ、2連打ね、手首かいちゃってるでしょ、ね、そうじゃなくて手首が1回しか動いてないのに2回鳴ってるっていう、ね、そういう風にすると音量が小さくなるはずです、ね、その辺も気をつけてみてください。さてさてさて、この4つ3連符でやるわけですね。さてさて、次です。次はね、ドラムセットがあるときにこういう練習をしてほしいんです。さっきの3番ですね、ずれてるやつなんですけど、これ練習パッドの時もそうなんですけど、同じ音でやってるでしょ。だから脳みその方で区別があんまりついてないんですよ。なので音を変えてあげる。そうするとちゃんとこうどっちがどっちでっていうのが判別しやすいですよね。だから覚えやすくなるんですね。なのでこういう風にして、でこういう練習の仕方も一つのコツなんですけど、2拍目で止める、ちゃんと止める、3拍目で止める、3拍目までで止める、こういう練習をするんです。でリズムはずっとキープしたままです、ね、止めるっていうのはちゃんとそこが分かってないと止められないので、ピシッとそこの場所っていうのが理解できてるかできてないかっていうのがちゃんとこれで分かるんです、ね、なのでこういう練習をしていく。まずは本当はこういうのを練習、これをしてやりたいわけ。ワン、ツー、スリー、フォー、こういうのをやりたいわけなんです。なんですけど、いきなりは大変なので分割してるんですね。まずは2拍目で止める。まあ2拍のフレーズになるので、1拍2拍と3拍4拍目に入れますけど、1、2、3、4。
ね、ちょっと忙しかったら一発目に拍目までです。3、4、3、4、3、4、ね、ワンエナツー、ワンエナツー、こういう感じですね。にちゃんとこう確認していくわけです。こうすると何が、いいのかっていうと、表に2発目が来ますよね。一番最初の方に言ったコントロールするのは2発目の方なんです。それが表拍に来てるので、ちゃんとコントロールできるようになってくるんですね。なのでこういうふうにずらして、わざとずらして、そこで練習していくわけですね。そうで、2番目は3拍目までですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こういう感じですね。そう、そこまでできたら今度は4拍目で1、2、3、4。あれ待ってね、たたたた、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こういう感じです。それができたらずっとできますね。ね、こういうことです。ね、こういうふうにわざとずらして音を変えて練習する。で、分割して覚えていく。これね、いろんな、他のね、練習の時にもこういうことするので、これをやり方を覚えておくといいと思います。さてさてさて、ここまでしか書いてないと思うな。そうです、そうです、そうです。ね。で、このぐらい、今のができれば大体、ダブルストローク、ね、理解できてると思います。あとはテンポですね。押し付けていってると、こう、ちょっとバズロールっぽくなってたり、こうやってしゃくる癖、こういうふうにこう、こういうふうにやる癖がついてる人は、ここで直していくようにね、してくださいね。こう、ね、ちゃんとはっきり 2発、ちゃんと出てるようにしてあげるようにしてください。そうですね、あとは、まあ、ドラムセットでね、やる場合は、ランダムにね、こういう練習もしてあげるといいですね。まあ、そんなに難しい回し方とかね、で、特にやる必要はないので、慣れていくっていう感じですね。まあ、こんな感じでダブルストローク、ね、やっていくといいと思います。このダブルストロークが、ルーディメントの4つ目なので、これで4つ覚えたことになります。前回1、2、3番やってるんです。シングルストロークですけどね、シングルストロークとシングルストローク4、シングルストローク7っていうのを前回やってます。まあ、そちらのリンクは貼っておきますね。それでもう4つやってますね。40個しかないわけですから、もうあとね、もう10分の1終わっちゃったわけです。そんな大したことないんです。そうなんですね。なので頑張ってみてください。テンポもね、少し上げてみてくださいね。では、今回はここまでです。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど、説明欄の方にリンク貼っときます。あと、もしよかったらチャンネル登録してください。では、また。